台湾人日本兵台湾人日本兵は日本が台湾を領有していた時代に日本軍の軍務に服した台湾人。台湾籍日本兵とも称される。1944年4月以降に志願兵として軍務に従事したものは特に台湾特別志願兵とも称される。これとは別に台湾原住民等の志願者で構成された 高砂義勇隊も存在し、同隊員の身分は軍属であり、軍人ではなかった。高砂義勇隊は、兵隊や土木工事を、本来の任務としたが戦闘にも投入され、南方のジャングルになれない、日本軍にとって戦闘のみならず、物資や、傷病者の単装、現地自活、現地住民との接触でも、大きな力となり、戦病死者の割合が、 正規軍よりも多かったと言われている。しかし、各種の事情により、戦後の保証は十分に行われていない。詳しくは、高砂義勇隊の項を参照。太平洋戦争の激化により、1944年9月には、台湾人にも、兵器義務が課せられた。日本の敗戦までに、日本兵として軍務に従事した、台湾人は8万人を超え、軍族として、 死願、徴用されたものを含むと合計約21万人の台湾人が日本軍と共に戦った。そのうち3万名以上の台湾人が戦死、または戦病死している。台湾から戦地に赴いた、その約21万人中、約6000人が高砂族だった。国民党は、戦争が終わって台湾人元日本兵が復帰してくると、彼らを、 強制的に徴用した。国民党軍には海軍がなく、日本から接収した軍艦を操縦する技術を持った兵士がほとんどいなかったため、復員してきた台湾兵を強制徴用した。国民党に借り出された台湾兵は3万人と言われ、彼らは中国大陸に派遣されて共産軍と戦い、国民党が敗退して共産軍の捕虜となった。 その後、共産軍は国際法を無視して捕虜になった台湾兵を朝鮮戦争に派遣して国連軍側と戦わせた。当時の徴兵スローガン日本と中国の間に日中戦争が勃発した当初は日本の外地であった。朝鮮及び台湾では徴兵制が施行されていなかったが戦争の長期化により1938年2月に朝鮮人に対して 陸軍特別志願兵令が施行され、朝鮮人も志願兵となることが可能になった。台湾人に対する陸軍特別志願兵制度は1942年に実施されたが、1937年には台湾総督府が部隊内で雑役に従事する軍部の募集を開始している。また、中国戦線の拡大により翻訳の必要から多くの軍属が募集され、 復権後、関東語、北京語の通訳に当たった。戦時中は、台湾の軍部及び通訳の人数は、軍事機密とされ、一般資料の中では明らかにされていない。陸軍特別志願兵制度が施行されると、多くの台湾人志願者が殺到し、1942年の第1回の応募には1000名の定員に対し425,961名の、 志願者が応募し、第2回には同じく1000名の定員に対し60万1147名が応募している。海軍特別志願兵制度は1943年5月12日に発表され、朝鮮と同時に実施された。第1回は3000名の訓練生定員に対し31万6097人が応募している。 その後、徴兵制の施行に伴い海軍志願兵制度は1944年に、陸軍志願兵制度は1945年に廃止されたが、それまでに陸軍志願兵約5500人、海軍志願兵約1万1000人が日本軍に従軍している。その後選挙区の悪化により1944年9月から開始された徴兵制度は、 1945年に全面実施となっている。1990年に厚生省が発表した統計によれば、1937年から1945年までに、台湾総督府が徴用した軍属は126,750名、1942年から1945年までに、従軍した軍人は8433名の、 合計20万7183名が日本軍に従軍し、そのうち15%に当たる3万306名が戦死、または戦病死している。3万人余りの台湾人戦死者のうち2万6000人は東京の靖国神社に合死されている。また、台湾の新築県北保護にある住みかぐには3万3000人の台湾人日本兵を祀っている。 この中には、元中華民国総統李登器の兄、李登金も含まれている。李登器自身も日本陸軍の将位として従軍している。台湾人日本兵としては、李光輝テルが有名である。李は1943年に志願兵として、インドネシアのモロ台島に派遣され、終戦を知らずに、ジャングルの中で31年間生活し、 1974年12月になってようやく発見された。李の発見をきっかけに給与が未払いで保証がないことに関する世論の批判も起こり、1987年9月に議員立法で台湾人戦没者遺族等への保証が決定され、日本政府は1990年代に戦病死者及び重症者を対象に一人200万円の懲意金を支払った。 しかし、日本人戦死者遺族が受給する軍人恩給とは大きな差があり、台湾ではこれに反発する声もある。死亡者や重症者に懲位金と呼ばれるお見舞い金があったのみで、給与は現在でも未払いである。また、当時強制的に軍事郵便貯金とされた給与も引き出せなかったが、これは120倍にして返却することが決まり1995年に、 支払いが開始され一部の元隊員は受け取った。しかし、平均1000円ほどの残高を所持し、当時としては大金だったのに120倍で引き出しても12万円にしかならない。これに抗議して、1996年6月に日本大使館に相当する大抵の交流協会事務所を元隊員が襲撃する事件が起こった。2005年4月4日、 台湾の台湾独立派の台湾団結連盟党首、ソ進む今日は、台湾人日本兵が合衆されている、安国神社を参拝し、台湾内で論議を呼んだ。台湾では、親日的傾向の強い独立派と、反独立派の清争が、先鋭化しており、独立派の参拝は、台湾人の自由との主張に対し、反独立派は、 日本に媚びを売っているなどと批判している。ありがとうございます。